ポン引きは旅行者など土地不安内な人物に対して還元で金を巻き上げたり売春などの圧旋を行う者を指す。男性のイメージがあるが国によっては女性のポン引きも少なくない。女性である場合日本ではやり手とも呼ばれる。ポン引きは売春婦のために顧客を見つけて管理する。多くの場合売春婦は彼らのもとで従事している。ポン引きは 店の収益から利益を得ている。売春婦が従順であることを保つために虐待的で、あるか、または薬物中毒にするなどの行為が知られている。彼らは売春婦が彼の制約の下で、特定の地域で働けるように合法、または非合法に交渉することもある。ポン引きは、売春を禁止する多くの国で不法行為として、刑事罰が規定されている。 日本では売春防止法第5条により、以下の行為をしたものについて6月以下の懲役または1万円以下の罰金の刑事罰が規定されている。1977年6月21日の東京高裁判決では、公衆の目に触れるような方法で、客待ちについて、単に売春の目的で公共の場所等をうろつき、あるいは立ち止まり相手方の誘いを待つだけでなく、外形上、 売春の目的のあることが、その服装、客待ち行為の場所、時刻等と、相い待ち、一般公衆に明らかとなるような挙動を伴う、客待ち行為を言うものと解するのが、相当としている。また、売春防止法第17条により、満20歳以上の女子については執行猶予付きの、懲役刑判決が出た際に補導処分に付することが、できる。また、日本の地方自治体によっては、 売春類似行為目的で公衆の目に触れるような方法で客引きや客待ちも刑事罰の対象とした迷惑防止条例が制定されていることがある。ありがとうございます。